俺は前傾の日はダメだった。いやー気持ちよかったっすね。でも気持ちいい。すげえ。これが YouTube やな。いや始まりましたね。始まったね。これが YouTube や。人信じられなくなりました。また就職すると思わんかったな。冷静に考えたら確かに確かにするだろ。いやーフラベジか。とりあえず顔割ろう。あ、野生の哲也だ。どうも。総監督しても哲也始まったね。そうですね。何日かさ、総監督として業務やってたと思うんだけど、どう、はい、いやなんだろうな、まだ支配しきれてる感ないんで、みんなのサポートしながら、やりやすいように、僕も動けたらなと思います。そうだね。これ別にここで言うことでもないんだけど、変わったっていうとなんか、すべてが変わった風に感じちゃう人も多いと思うよ。ああ。日常がなくなるんじゃないかとか、スタンスが変わってもう置いてかれてるのっていう。もう数本上がってると思うんですけど、うん、結構、わちゃわちゃやってる掛け合いがあると思うんですよね、うん。もっとゆっくりしてる動画っていうのはまあ、この動画でね、火曜日の動画かな。見ていただければと。そういえばその、哲也。うん。その週1の方である Vlog をなんと編集するのが哲也と。そういうことです。ということで。うん。新生畑のコマンダーとして。そうっすね。意気込み最後。プラベジのまあ今後っていうところでですね。まあ、そうっすね。お願いします。いやー、そうっすね。おぉ聞こえなぁ。はじめくんに勧められた、うまそうなものを買ってきましたよ。これはマジでうまい。普通のカルボナーラ。あ遅れてる。遅れてる。これは何なの。ちょっと辛いカルボナーラ。うまくないですか。ちょうどいいですね。うん。なんか常識の範囲内の美味しい辛さ。確かに。世の中に常識外れな辛い。この家特にありますもんね。はいや。なさそう。よりさっき遅く食べて先に食ったな。小学生か。哲也3人の名前当てられたら10万円僕はちょっと下でね、事務作業してましたんで知らないんですよ。さあ、当てられるかな。マタゾさん名前変わったっすか。さあこれ多分マタゾっすね。正解。いいよ、幸先いいよ。3分の1当たったで。他多分変わんないだろうなって思ってた。さあ、残すとこ2人。こいつからっすね。こいつだ。どうだろうな、トーイ君あんまりいじらないと思うんだよな。おそのままトーイブー。腹立つな。一人につき10回。うん。え？トータル10。はい。ああなるほどな。4日考えて。ダメです。当てたら消費しないから。なるほどね。いやあんまり外してこないと思うんだよな。トーイ君の名前。トースト。絶対違います。離れた離れた離れたっす。離れた離れた離れた。じゃあやっぱ名前文字だ。本当にそれかな？トゥース。あ、惜しい。惜しい。あと7回。トゥースが違うのもね。ジュース。離れたな。離れたか。トゥーは多分どっかに入ると考えて。いや、トゥーイ。もう一回言ってください。トゥーイ。あー、残念。惜しいな。惜しい。惜しいぞ。一番惜しい。一番惜しい。一番惜しい。やばいっす。違くないと違くないもん。違くないって違くない。違くないって違くない。違くないって違くないって思って名前やん。トゥーリ。あー、離れた。離れた。トゥーイ。あー。トゥーイからトゥーイで離れるってことはトゥーイン。違う違うややこしい名前。トゥーイが最高に近いんだよね。最高に近い。で、トゥーイが若干離れた。うん、さあ、どこ？トゥーイヤー。全然離れていく。どこがどう変わった？トゥーイからトゥーイは。最後の伸ばし棒がいらなかった。伸ばし棒がいらなかった？トゥー。おい、なんでだよ。え、伸ばし棒2個入るとかってこと？2個いらなかっただろ。あ、トゥイ。もう一つお願いします。トゥイ正解。あー、なるほどね。俺もめちゃくちゃ手汗びちゃびちゃだから。さあ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 、因縁の相手。さあ当てることができるのか。因縁じゃないですよ、僕勝ってますからね、1回。相手が一番好きでなんか。ちなみに、あと何回残ってんだろう。3回とかスタボ。もう3回ぐらいかな。なんだったら僕10回でも絶対当たんない気します。みんなのこと考えると、変な名前が一人いると思うんだよな。多分、それをすんなり受け入れると思うんですよ。いや、下ネタじゃないよな、さすがに。チンチンとか。あー、途中であった。途中だった。いや、一番あかん、それは。採用したいか。今のチンチンで1個消費したから、あと2回でしょ。10万かかってるかな。確かに、でか。ヒントはなし。ヒントか。文字数ぐらい教えておきますか。じゃあ、ご本人の方から。ででん！あ、すげえ、文字列まで教えてもらえた。結構なデカヒントよ。違って。
パッペット残念違うかラストか最初の一文字いきます公開しちゃうしょうがないなぁ、ほんとにカタカナしかもはでそうあそこのちっちゃい文字やばいなエッチェイえぇ、ーよしやばい惜しいやばい正解の方お願いしますエッチェロですエッチェロやば惜しかったねエッチェロエッチェロ自分も自分の中で取ってよ外れたんでみんなにご飯おごるんですけどねそうですねはこんにちは編集について教えますこれがファイナルカットというものですまたぞファイナルカットだよねはいアホみたいな説明すんないや今回は違った2人とも Mac って使ったことあるパソコンのないっすないっすプロジェクトの中で撮った動画とかテキストとか音楽とかを置きまくって編集するっていう、うん、結局 YouTube で動画出すときってサムネイルってわかります？あの、はい、動画の見出しになるみたいな、はい、いろいろほんと試行錯誤してで結構時間かけてるサムネイルは内容も大事なんですけどまず見てもらえるサムネイル作りっていうのが大事ですよね、はい、こればかりは難しいんで本当に回数をこなしたりサムネイルいろんな人見ては工夫してなっていうのはちょっと見てほしいかな、はい、よしじゃあ編集やっていきましょうかハケ見えますあ、音のやつですか、うん、これは音のハゲと言いまして音で出てるときはビョンってなってるんですよこっちがビョンってなってるから絶対誰かが喋ってるときお久しぶりでーす、うんここが動画のスタートだから、うん、この直前はもういらないということで消します。次はテキスト入れてみましょうか。T って書いてあるんだけど、はい、テキストとか元からファイナルカットに入ってる素材とかが触れる。うん、サイズが変えたかったらこれで大きくできるし、文字間隔が空けたいなと思ったらこれで喋り出すとキレがないので、いろいろとりあえず試してほしい。会話が滞ったり、なんか空気悪いなと思ったらどんどんカットしちゃっていいと思います。何が見てる人からすると面白いのかっていう。消えました。今日の講義は、ここまでついに今またぞーの加入が発表されました、はい、実は哲也のオーディション、うん、哲也が受かった時のオーディション最後の2人まで優勝の座をかけてあらさったのがまたぞーだったんだよね哲也とはいそうなんですよ実はねいわばもう哲也はまたぞーを退けてフラベジに入りました、はいまあ、当時は畑だったけどねちょっと感慨深いんじゃないですかいやそうっすねいやまあ本当リアルな話多分僕これ編集するんでこれだけは喋るんですけど絶対切らないですよここは今回それ編集だったらもう切ってんだけどなねやっぱりそうなんだよおーい何届いたぞーなんだそれはマクドナルドですピザちょっと重いからちょっとはいというわけで新メンバーの皆さん動画を作るということはパソコンが必須になるということで買ってまいりました私最高スペックのパソコンでございます素晴らしいどうぞいただきますよかったなどうぞありがとうございますどうぞもう一個もう一個は僕のです俺のパソコンずっとえいつからだっけあれか充電器9が経つもんねリアル7年前とかの MacBook がついに限界が来たんで私も新しくしましたということでパソコン4台やばいよで最高スペックでしょ編集するためにもう全部とりあえず1万円にしといた開けてみる開封だ全部 Apple ギアに入ってるからあでも壊さないでください新品の匂いってよくない？わかる？うんいや、そこじゃねえよあー、見えましたね、ダンシンプルに62万です1台1台62万えちょっと合計がこれをもらってやめますやめます合計約250万でございます頑張ってね、みんな頑張ります。いやあ、1年目から64万の価値があると思われてるってことだからね。そうですよね。すべー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 。かっこいい。瀬戸さん。やげー。かっちょいい。うわ。なんか一個だけおもろいもん出てくるとかないんですか。うわ、マジじゃん。いいなあ。指紋つけたろ。ちょっと触んな。触んな。まさかね。ああ。なんかあるだろ。ああ。なんだろう。チンチンが。ケツでいけ。うお。いいねなんか。出た。
銀色の一番指紋つくとこに指紋つけてったわ。ま、お前のよりいいパソコンだから。ちょっとなんか言ってます取り上げてください。ありがとうございます。なんか音質重厚じゃない。ボーン、うわぁ、渋い。なんか違うわ、俺のと。なんか深いな。スピーカーもいいですね。どうしますこれ。これいい、いい、日本語にさせて、日本語にさせて、お願い、お願い、日本語以外読めないから、俺、お願い、いい、いい、なに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 、ねえねえ、ねえ、いいから、何だよ、何なんだよ、何なんだよ、何なんだよ、ポチギーだ、それ、何これ、何これ、どこ、やばいよ、それ、ちょっと顔、もう、真剣、何？え、あ、なんか喋って喋ってる。なんで？Wi-Fi が分からん。Wi-Fi が分からん。やっぱりどこだっけ？Wi-Fi はその下のところですね。EA84。その通りです。どれのやつかお前。何年前？すげえ。何年前からパスワード覚え？家の Wi-Fi そんな覚えんやろ。自分で決めたやつじゃないですし。元がついてるやつ。カズくんの動画の編集の時見てる時の一人だけなんか王様だったから。ちゃんと、あ、近っ。ちげえな。カメラ壊したもしかして。いや。壊れてはないんですよ、別に。壊れてはないんだけど、画角というか、なんだろう。ああ、壊したわ。些細な違和感。ちょっと、こっちも撮ってください。あれ哲也くん、やった？ああ、パンパンだよね、そっちね。ああ、これで。あ、哲也、これ。まあ、でも。おっと。まあ、言うても、まあ、僕に絶対権利あるんで。ああ、戻った、戻った。え？誰だ、これ。ここいじってたやつ。多分、遠いです。おーいよくねえわ、遠い、それ、うわ、こそか。おかしいな。なんか今、バカにしとったな。いや、哲也くんな、すぐ壊すからな。聞いてほしいんやけど、うん、これ、俺とか哲也もそうやったんかな、昔と思って。ここに SD が入ってるんです。もちろん、その SD を取り出すには、ここを開けるっていう作業が必要なんだけど、はいはいはい、これ、くっそ下手なやつおるんや、ここに。そんなことある？こんなこと、これ、作業としてはこれだけよ。これだけ。これになんか1分ぐらいかかってるぞ的な。誰っすか誰っすか。そいつに編集見てないけど教えてたんだけど、カメラに入ってる SD をもう撮ってパソコンに読み込むところからもう実践イメージしてやってみようっつって、ここにめちゃめちゃ時間かけて俺ってなってた。そこでつまずくんじゃない。そこじゃねえんだよ。いやでももういけますよ、さすがに。言ってないのに自分から言ってきた。あーやばいやばい。ということで、トイがこれができないので、ちょっとやってみ。いや本気でやりますよ、マジで。いいっすか、一発で。はい、持ちましたと。あ、じゃあまあ撮り始めて、はい、撮り終わろうとしたらどうするんだっけ。はまず先にこれを押します。録画ボタン、うん、はい、うん、からのオフです。はい、オフね。メモリから撮って、わかりました。いきます、いきます、せーの。これなんで、その下手くそすぎる。もう怖いかも。いきますよ、せーの。あっ、いた。3回4何回目やりました。難しい話じゃないよね。いやいや、え、哲也くんやってくださいよ。なめてんだよ。いや俺多分哲也くんとどっこいなんすよ。はい、どうぞ。いやもう開いてるもん。え、はいや。カメラの画角合わせとらね。うわ、俺もこうなろう。あざした。あ、もう切りますよ俺。うん。ウィー、嘘、ウィー。殺すタイプか。殺すタイプ。邪魔すな。久々にベランダで V を撮る気がする。あれ回ってるこれ。え、回っとるんこれ。え、今何してんのこれ。回ってるっぽいな。よし。腹減ったんよ。腹減った。今ね、3時ぐらいなんだけど、うん、ラーメン行こうかなと思います。え、ラーメン行きたい。ちなみに行きたいですね。全然全然。そんなに行きたいんだったら俺が今から出すお題にクリアできたら連れていくわ。うわ、初。余裕っすよね。あ、参加権はトツとトゥイにあると。そう。じゃあ今から音の周波数的に幸せっていう単語と、うん、いらっしゃいませっていう単語って、うん、早口で言うとほぼ周波数同じらしいんよ。おー、ぽいぽいぽい。ちょっと一回やってみろ。またまた。いやいや、一回やってみていい。幸せを超早口で言うわ。幸せ。次、いらっしゃいませ早口で言うわ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。幸せ。ほら、幸せ。まあまあ、幸せ。いらっしゃいませ。俺交互に言ってる今。幸せ。いらっしゃいませ。幸せ。幸せ。幸せ。
じゃあ今からちょっと言うから、はい、これどっちなん当てて余裕っすよね余裕よこんなのえマジでこれ外したら連れてかんからねオッケーですオッケーですじゃあまずトゥイからいくかはいじゃあ答えていいですかしなさいしあー残念ですええ嘘でしょ違う今のいらっしゃいますですえ俺も幸せかと思ったなですよねじゃあ次哲也ねはいじゃあ俺は分かったっすこんばんはっすかやられたあいつおいでこよっしゃ食べよバイバイ